西原金蔵は日本のパティシエ。京都英雄グルニエドールオーナーシェフ。フランス料理アカデミー会員。農林水産省による料理マスターズクラブ会員。一般社団法人全日本食学会理事。シャペルから絶大なる信頼を得て、ミオネーの本店はもちろん世界中で行われたシャペルのフェアでも活躍する。 お菓子教室、エスパス金蔵も主催し、多くの生徒に菓子作りのノウハウを伝えている。素材をとても大事にしており、季節のフルーツしか扱わない。店には常時摂氏20度に保たれたフルーツ貯蔵庫があり、そこで熟成させたフルーツを使っている。毎朝、焼いたケーキを提供し、冷凍保存などは一切していない。西原シェフの代表作、 ピラミッドは1989年に中国系アメリカ人建築家を民兵作パリルーブル美術館のガラスのピラミッドがモデルで落成記念パーティーの時シャペルと料理をサービスしている時にその美しさに感動し資生堂パーラー時代に完成させたリンゴのタルトは季節に応じて津軽、紅玉、山、富士などを使い分けている天明の 英雄グルニエドールはフランス語で金の蔵という意味で、西原金蔵シェフの名前が由来になっている。グルニエは蔵で、or は金である。ありがとうございます。